うちの大根ね、まあ、大きいのもあるけれども小さいのもあって、まあ、あとはあの直売をして売れ残ったやつとかまだ食べれるんだけれども、ちょっと売るにはねちょっと忍びないなって、全く酢取ってないし食べれるんだけどね、だけどもそういうものをこういう切り干し大根にして、人に売ったりとかしています。で結構ね美味しくできるんだよね。俺も3年ぐらいやったかな、3、4年やってきて、最初は趣味でやってたんだけど もうこれ評判いいから商品してみるかってして、で今現在に至ります。でその美味しい切り干し大根の作り方、これを動画として残してシェアしたいなと思って今回撮っています。で切り干し大根使うときに、あ使うときじゃねえな作るときに使う道具、一番大事なのはこのカンナです。これねホームセンターで売ってるんだけども、これ2000円しました。結構しますね。じゃあ税込みで2300円ぐらいかな、結構します。だけどやはりこのくらいの値段するものでないとすぐ壊れます。800円のもの、別のホームセンターで800円のもので買って使ったんだけども、それ細くてよかったのよ。これちょっと太くてあれなんだけども、そっちの800円のものは大体すぐ壊れる。大根2、3本やっただけで壊れるような、あの粗悪品も混ざってたりするんで、ある程度のお金は出していいものを買った方がいいです。で、まあ、包丁はね当然使うとして、でピーラーで、このピーラーは逆に安い方いいです。1000円ぐらいするとか、うん、どのぐらいしゃべるな、まあ、結構いいもの1000円ぐらいするものを買ってやったら、それいいものだから皮が薄くしか剥けなくて、逆に切り干し大根作りだと効率悪くてダメで、これダイソーのねピーラーなの、セラミックピーラーってさ、金属じゃないやつね、これをおすすめします。セラミックピーラー、ダイソー同じの売ってるかどうかまだわかんないけどもね、でもこれおすすめです。100円ショップので十分です、ピーラーは本当に。でね、まずやっていきます。あ、そうだ、道具でね、まあ、一つ手作りしたものがあるんだけども、ね、それがねこのちょっと大根落ちる、この木箱ね、この木箱にの中にあのなんだカンナにかけたものを入れて作ります。まあ、これをとりあえずまずで順を追ってやっていきたいと思います。ちょっと今うるさかったなドーンって置いて、下に向けるね、よいしょ。で大根なんだけれども、まずね頭と今尻尾か、頭と尻尾を落とします。で皮剥いていきます。結構ね厚めに剥けるのよ、これが。この厚さが大事。まあ、あの自然農法っていうか、まあ、うちの沖上平の畑はね大根の産地として超有名で、めちゃくちゃ大根作ってて、もう線虫がいっぱいいたり害虫がいっぱいいたりしてね、キスジのミハムシとか、この辺の黒いポツポツあるじゃん、ゴマみたいなの、これ線虫だったりとかの害がすごくて、無農薬でやるとこう肌悪くなっちゃうのね。まあ味はいいんだけどね、すごくね、だからそれをなんかなくすために何回かこうやって綺麗になるように、また薄くやるとね表面なんか繊維状のもの、繊維状のものっていうか繊維が多いんで、そこ取ってしまった方が食べた時の肌触りがすごくいいんで、やはり厚く剥くのがコツかなと思います。だからこうやって皮剥いてもちょこっと残るのあるんで、ここは何回かこうかけて綺麗になるようにします。で反対に持って頭の方も、頭の方の分かりやすいかな、よいしょ、ちょっと青いからさ、こういう風にちょっと青い繊維見えるかな、映ってると思うんだけども、こういうのがやっぱさ、あの舌触りに影響するんで、ある程度厚めに剥いた方がいいかなと。薄いいいピーラーだとやはり良くないですね、これは。よいしょ、ちょっと置いといて、これは後で畑の通路の方に置いといて、うちの畑の家庭菜園の微生物にご飯として、あげたいと思います。こういうのただゴミに投げるんじゃなくて、やはりそういう風にね堆肥化したり土作りに使ってしまった方がやはり効率がいいかなと。もったいないじゃない、ただでただただ投げてるだけじゃんね。だからやっぱりそういうことをね意識して
野菜くずとかはちゃんと有効活用すると。そしてこのカンナね、これ本当さっきほら安いやつ細くていいって、細いのもいいんだけども、細いと抵抗が強くて、あのなかなかカンナかけるの大変で、あの時間も進みません。津軽弁で言うと波形がねって喋るんだけども、本当に波形がなくて、これ大きい方がすぐ終わるの、ね、で今日これ今年から使ってるから新しいので切り干し大根作ったけども、何も問題ない、美味しい、うん、やっぱりこのなんだ切れるところ、この口が大きいやつをおすすめします。やっていきます。これやるときこう中途半端に残して引っ張ると、まあこういう風に残っちゃうからね、こうなると面倒くさいんで、ちゃんと奥まで行ってますと。おっと危ないちょっとこう大根表面濡れてるからね、滑りやすいんで、そこだけ気をつけてね。あと手ね、指に切れるんで、俺も何回か切りました。それだけ気をつけてやることをおすすめします。おすすめしますっていうか、気をつけてくださいね、絶対気をつけないとダメなんで。よいしょ。でもこの回になってきたら、もうあとは味噌汁とか大根おろしとかに使ってください。まあこれ下の先っぽの方だから辛いけどね、辛いからやっぱ火通すのがおすすめです、ね、頭からやったのはやっぱ甘いところをねみんなに食べてほしいから、そういう風にやりました。頭からやりました。甘い方の頭を切り干し大根に優先的に使うと。でよいしょ、できた切り干し大根の元がね、よいしょ、まあ、こういう感じです、ね、食べるとなんかこう甘みの薄い梨みたいな感じで結構美味しいんだよね。うちの大根なんかこう煮えやすいみたいでね、みんな美味しい美味しいって、肌悪いけど美味しいって、見た目より中身で勝負だよ、これでいいよってね、結構持っててくれてね、ありがたいんですよね。でこれをね、まあ、どうするかっていうと、最終的にはもう映ってるけれども、このホームセンターとかで売ってるあの紐のね、紐の用の網、これに入れて干してます。これは魚以外、魚はやってないです、大根専用でやってるんで大丈夫です。でこれのいいところは、あの虫も入らないね、物は虫寄ってきやすいから、ネットに周りがネットになってるんで虫が入らないし、で風は通すし、例えば風で煽られて大根が落ちるとか飛ぶとかそういうこともないんで、すごくおすすめ、これでやります。で最大の美味しく作るポイントこれが何かっていうと、絶対天日干ししてください。風の通るところ、風が吹いてる日、あの晴れてる日、これを選んでやってください。機械で乾燥させる人いるんだけども、確かにね早くできてすごくいいんだよ、うん、俺もうちにね、野菜を乾燥させるやつあって、リンゴとか、これから取れる柿とかをねスライスしてドライフルーツ作って食べたりしてて、それでやってみたのね。そうすると美味しくないのよなんでか分かんないけど、多分だよ、多分だけども、大根の中って辛み成分があるじゃない。その辛み成分がやっぱ時間とともにゆっくり抜けていく、その酸素と反応するとかなんかあるのかな、天日とかね、そういう過程をすっ飛ばしてなくして、一気に熱で乾燥させるから、その辛みが残ってしまうんだと思うんだよね。で風味が良くないし、でパリパリだからなんか食感も悪くなるんだよね。同じ年の去年だけど、去年試したのねあの天日乾燥と機械乾燥とやって、両方ね調理して、同じように調理して食べてみたら全然違うの。機械は使わない、こういう風な網を使って天日乾燥、これをしてください。だいたい今ここの青森が20度ぐらいなんで、最高気温で、風と天気に恵まれれば3日ぐらいかかって干せるかなっていう感じです。3日で干してください。絶対天日干し、これおすすめ、これを外しちゃダメだねあとはね、まあとりあえず何の道具を使ってもいいです。別に俺と同じようなこのカンナを使う必要もないし、手で包丁でこう切ってって、あの千切りにして、
こういう網とかに干してもいいし、網も違うもの使っていいし、あのザルに並べて干してもいい、ね、それでもいいだけども、絶対天日でやってください。機械は美味しくないです。俺びっくりして、あ、今年のまずいなと思って、また天日でやってみたら、あ、これ天日の方うめえわって気づいたんで、そう、本当に天日、これが大事です。絶対そういうことを気をつけてね、そう、切り干し大根ね、作ってみてください。見えるかな、うん、ね、本当に美味しいんでやってみてください。自分ですぐ作れるんで、あの、だいたいさっき見せた大根もう今ないけれども、さっきの大根でだいたい、あいつのちっちゃめだから2袋ぐらいできるかな、 20〜30g、 うん、で乾燥するとだいたい10分の1ぐらいになるんで、まあ1本、うん、まあ、結構取れるね、うん、1キロあったとすれば 100g 取れるんで、売ってるやつが 20g か 30g ぐらい入ってるんで、 2、3袋は取れるかなっていう、3袋かは取れるかな、作れるかなっていう感じですんで、まあ、やってみてください。自分で大根育ててるならそういう風にやってみてもいいしね。土に埋めるだけで、あとほら、生しか食べれないけども、干したものには干したものの美味しさがあるんでね、そういう味をね、味わってみてください。で、手作業でやるっていう、そういう工程をね、ちょっとこうやってみて、知ってみてほしいなと思います。絶対天日乾燥。天日乾燥だけは絶対忘れないでください。